皆さん、こんにちは。今回は、お疲れ様、という都市伝説を、紹介します。この都市伝説は、ネット掲示板発祥で、非常に気味の悪い話になっています。それでは、早速、紹介していきます。途中で少し怖い画像があるので、苦手な方は注意です。2チャンネルで、絶対に見てはいけない画像、というスレッドが、立てられます。貼られていた画像は、こちらです。ボロボロの人形の画像ですが、首が取れていたり、剥げていたり、ひどい状態ですね。その後、すぐにスレ主が、画像を見てしまった人へ供養を、すると言います。見てしまった人が、何人か供養を、してもらおうと、スレ主が言った手順に従うのですが、その手順が不気味でした。その手順とは、奇妙なお経を見せられ、すぐに水を飲むというもの。これで供養は終わりのようです。しかし、スレ内では、何かおかしいぞ、と指摘するものが現れました。まず、なぜ見てはいけない画像を供養する本人が、見せたのかということ。それに対して、邪念があるものをあぶり出すためと、言います。非常に身勝手な印象を、受けますが、話はそれだけでは終わりません。スレ主が行った供養は、本当は呪いをかけるものだった可能性があるのです。あのお経のような文字列を、思い出してください。再送、という不吉な文字が、使われていますが、供養に使うものとは思えません。そして、この、呼び出す、という表現、単に、準備ができたら呼んでくれという意味だと、思っていましたが、別の何か、を呼び出そうとしているのではないでしょうか？だとすると、水を飲んでしまった人は危険です。水に何か悪いものを呼び込んだ可能性があり、それを体内へ取り込んだことになります。そして、供養が終わった後の、お疲れ様、なぜかこれだけ、ひらがなです。まさか、お疲れ様、ではなく、お疲れ様だったのでは。この一連の流れは、今でも語られる都市伝説となりました。スレ主は一体、何をしたのでしょうか？真相を追っていきたいと思います。さて、まず気になるのはあのお経ですが、一部が中文に使われているらしいので、中国語が元になっているのかもしれません。しかし、私は全く中国語が、わからないため、今回は置いておきます。視点を変えて、釣りだった可能性を考えてみましょう。これに関して、スレ主の名前を見てみると、答えが出てきます。はじめは、一、と名乗っていましたが、途中で、祈り、という名前に、変えています。ここで重要となるのが、トリップです。ダイヤの後に続いている文字列のことですね。トリップとは、簡単に説明すると、偽物防止策です。通常、トリップの中身は本人にしか、わかりません。しかし、トリップには弱点があり、入れた文字が知られてしまうと、同じトリップが使われてしまいます。複雑な文字列であれば問題は、ないですが、単純なものであれば、すぐ割れてしまう可能性がありますね。話を戻しましょう。祈りのトリップは、何の文字列を入れているかすでに、わかっています。401でした。祈りのトリップは、単純ゆえに検索を、かけるとすぐヒットします。このように、トリップテストのために、入れた文字と表示される文字を、一覧にしているサイトがいくつかあります。念のため、トリップテストを、行いましたが、しっかり祈りのトリップと一致します。察しの良い方はもう気づいていると、思いますが、401を日付にすれば、4月1日、エイプリルフールです。つまり、トリップで釣り宣言がされていたというわけでした。昔から、巧妙な手で釣り宣言がされているのはよくあることですね。というわけで、お疲れ様、は釣りすれだったという、結論になりますが、あのお経の意味は未だに、わかっていません。
祈りが作った造語なのか、中文から引用してきたのか、いろいろ考えられますが、わかる方がいらっしゃれば、コメントお願いします。いかがでしたでしょうか。画像だけでも怖いですが、本当に怖いのはスレ主の、供養だったというオチでした。ちなみに、画像自体はヤフオクからの、転載らしいので、特に危険なものではないと、思います。